曲を弾いてみます。簡単な曲を丁寧に最後まで弾くというのも本当は大切なことなんです。難しい曲を練習することよりも簡単な曲を丁寧に最後まできれいに弾くということもピアノ上達の基本です。それではお友達。継続は力なりという言葉があります。無理をしないで少しずつ、今日はこの曲を弾いてみようという気持ちがピアノ上達につながります。平音記号が難しい、読譜力が難しいと思ってはピアノは本当に難しく感じます。個人の奏法、個人の能力に合わせた奏法、または簡単な伴奏形で弾いてみることなど、個人の能力に合わせて弾きやすい弾き方で弾かせてあげることも大切です。お友達でした。バイバイ。